こんにちは、ガミくんです。今回はおつこまでメルムやってみようと思います。ただおつこま全員貫通のおつこまって多分ツイッターでも見当たらなかったんですよね。誰かやってるかな。でもやっぱりやってる人でも反射は入れてたんですよ。だからちょっといけるかわかんない。いやーちょっとまあいいでしょう今回は。まあいいでしょう。とりあえずこれで削って、いやーあんま削れないな。でこれでちょっと回復しながら、やっぱりなんかクリティカルめっちゃ出るな。これで回復します。やっぱり貫通だから結構このビットンですごい減速しやすいんですよね。なのでそこら辺ちょっと気をつけながら、特にメレムとかもビットン内部についてるから。あでも1殴りちゃんと毒キラー乗せれば強いな。なんとかなるかなこれで。これでとりあえず毒出します。どうだろうこれ、フフ本体殴って削った方が良かったのかな。これで、まあ、毒はしょうがなくて、あとは毒キラー、こういう雑魚呼び出し系のやつにはすごい弱いんですよね。毒毎回消えるから。でこれ縦缶で削ります。まあオツはめっちゃ弱いな。めっちゃ弱いな。そしたら、まあ、これ縦缶で削ります。まああと4ターン、まああと3ターンか、3ターンあればこれぐらいなら削りきれるかな。で本体が出てくる、まあ、これ縦缶で削ります。あ全然いける、全然いける。まあ、剣はちょっともったいないけど、まあダメ音と重なっちゃったからしょうがない。あれ確か1面3万だったか4万だったか、それ結構高かったはず。これもちょっと毒乗せられないなの、横缶で削っていきます。これちょっとあれだな、配置が。まあ、ちょっとあれですけど、これ横缶で配置しておいて、回復します。おいや、弱点上来てくれると助かる。上、よし、OK。で、これで横缶で削ります。おお、毒キラー乗せるとやっぱ強いね。で、問題は、一筆できんのかな、これ。王は生きていた。配置がちょっと良くない、全体的に良くないんですよね。どうかな。でこれで OKOK。 おこの左端配置はすごいいいな。縦貫してもずっと開封できるし。で次が 4P そこか。で次が HP でしょ。とりあえず毒キラーは乗せておかないとちょっと大変だから、大きく動いて、よし、まあ、これだけ削れれば十分十分。なんとか鬼倒したい。よし。で次縦缶で、3P がいい配置だから、あれはもう回復できるから、とりあえずそのまま縦缶で落ちていって、でこれ回復しながら殴る。で多分毒持ってるから、いやーちょっと足りないか。まあ鬼の白爆発はまあしょうがないでしょ。でこれで回復、まあ、回復しながらちょっと殴っていって、ビットンの元素があるからね。いやーそれを倒せないか。とりあえずこれ横缶で回復か。はい、あまあまあこのミスはまあいいでしょう。で毒で死ぬ。おお危ない危ない。でこれで、いや回復したいけどな。一発くらい SS 使ってもいいかな。でこれでちょっと厳しいな、回復ができない。ドレインで、もうこれは SS で削りきれるかな。あなたの
よし、通った。よし、OK。いや、やっぱ回復がちょっと難しいね、貫通だと。カンカンとかで回復できないし。ちょっとこの辺気をつけていかないと、なかなか大変かも。で、次は左右からだから、まあ、とりあえず倒しながら毒を出して、まあ、あ、メルエムに乗ってる。で、もう一回左右だから、まあ、これはそのままこういきます。で、もう一回縦でしょ？でもちゃんと毒キラー乗せてればかなり削れるんですよね。ちゃんと。まあ、これは横勘で、全回復します。いや、これの配置はすごい重要。この横勘できる配置とか縦勘できる配置にちょっと置いておいたらすごい削れる。で、ここは弱点横しかなかったはずなんで。ただこれすごいビットン邪魔だな。めちゃくちゃビットン邪魔。いや、強すぎでしょ。めちゃくちゃ削り簡単じゃん。で、これ多分ボス残しでいけるはずだから、まあ、これは回復します。で、ここはね、やっぱり中央にあるから、この上下の。中央にあるから、この縦勘で上と下で両方拾えるのがすごい。多分これ倒せる。OKOK。で、これで、雑魚が残るから、やろうと思ったらここでまた SS ダメできるんですけど、まあ、さすがにちょっとそれは、尺長くなりそうだからやめておきます。誰で調整しようかな。多分、お通初手が一番いいのかな。まあ、とりあえず、ここは横配置で、鬼とか、ファングとかの、ちょっと調整しておいて。多分、お通が今一番いい配置にいるのかな。そしたら、まあ、S ハート回収はするのと、もうちょっと横勘で下がりながら上がっていって、ハート回収じゃない、あとパネル回復もしながら、これで、で倒します。で、O2 で処理して、2P で、多分これでいけるんじゃないかな。これで。で、上下スタートだから、ザコムシでいいか、これ、正直。そしたら。あ、でもファングの攻撃、でもファングの攻撃4ターンあるからな。うわ、押し出された、押し出されてめっちゃ嫌な位置に行っちゃったな。そしたら、もうこれは SS 使うしかない。4P があそこだから。どうだろう、削り切れるかな。これが本当にわかんないんですよね。あ、全然いける。全然いけるわ、これ。めっちゃ強。つか、ドレイン回さってるからすごいね。これでファング倒したらすごいんだけど。いやー、ちょっと厳しいか。ファング倒せないか。まあでもこれ縦勘で削れるから。縦勘で削ります。よし、OK、よし、OK。もうこれはいったでしょ？あと SS 一発温存できてるし、O2 の SS もまあ使うんですけど、どこにどう配置しようかな。あ、でもこれ気弾だから、ボスの近くに置いておいた方が多分強いのかな。横勘で上がっていって、で、回復しながら、で、あとこれ横勘で上がっていって、いや、いけるでしょ、これ。あ、意外となんとかなりそうだな。あ、剣もある。まあ、剣はちょっと意味ないんですけど。あとはこれ弱点位置だな。弱点位置、上か、左来てくれれば、多分、うわー、あー、まあ、いいでしょ。上、上、上、くそ、そこか。いや、もうこれは縦勘で弱点なしで殴ります。で、回復しながら、いけば、なんとかなるでしょ、多分。おー、意外といける、意外といける。くそ、弱点来てればな、絶対削り切れたのに。で、これで。火ダメやべえ。もう一回。よし、OK。これは、これはもうこれ、諦め横勘か。
で弱点左か右。お、放通シールド。いやいやいや、ちょっと待って、そっちか。ちょっと待って。これで回復して殴って剣で殴って、いやこれいけるか。剣で殴っ、おお、あ、これ縦勘で SS 使おうか。これちょっと配置いいからね。でこれ弱点って上と右なんですよ。で今これ配置的にここ縦勘で維持できれば、まあ次弱点来た時外れたら良くないんで、これでいくの。強すぎでしょ。でファング倒します。これもう一回上弱点来たらいけるでしょ。お、いやこれも縦勘で勝ったんじゃない。いやーちょっとあれか、やっぱりちょっと左にずれてたから、まあいいでしょ。でお通で、これ横間で上がっていくか縦間でいこうか、どうしようかな。まあ縦間でいこうか。いやちょっと待って、横間でいった方があれか、 3P の位置ずらさないからそっちの方がいいな。でちょっと角度して で回復しながら殴っていって、で、これで、まあ、気弾無敵でいきません。これ確か一番近い敵に出すはず。で、これで殴りながらいきます。おー、いたいた。おー。